山中鹿之助、戦国時代の中国地方で活躍した武将である。彼はその生涯を通して尼子家に忠義を尽くした。しかし尼子家は毛利軍の侵攻を受けて滅ぼされてしまう。ただ絶望の中でも鹿之助は諦めなかった。尼子再興を掲げ戦いを繰り返した。何度失敗しても戦いをやめなかった。その結果、鹿之助は衝撃的な結末を迎えることになる。山中鹿之助の激動の生涯を漫画で振り返る。チャプター1、母子家庭で育つ鹿之助。1545年、出雲の国、山中家に鹿之助は生まれる。鹿之助。山中家は出雲の国を中心に巨大な勢力を築く尼子氏の家臣の家だった。あんたも大きくなったら尼子様に仕えるんだよ。うん、母ちゃん。それじゃあ武芸に励みな。うん、母ちゃん。父親は早くに亡くなっていたため、鹿之助は母親に育てられた。家の大黒柱を失っていた山中家の家計は相当苦しかったという。早く強くなって尼子様の役に立つんだ。鹿之助は幼少の頃から武芸の鍛錬にのめり込んだ。鹿之助の誕生から十数年後、歴史を打ち取った。16歳となった鹿之助は合戦にて豪傑と名高い敵兵を一騎打ちにて打ち取る。この頃から鹿之助の武芸の腕前は評価されていた。山中家のあいつすげえよな。おう、頭一つ抜けてるぜ。もっと強くなって尼子家の役に立ちたい。この頃、鹿之助が仕えた尼子氏は窮地に陥っていた。チャプター2、尼子家滅亡。1561年、尼子氏を率いていた当主の尼子春久が急死した。絶大な権力を握っていた春久の死は尼子家臣団を動揺させた。春久様が亡くなられた。我らはこれからどうなるのだ。春久様の死を知れば奴らが攻めてくるぞ。尼子氏が春久の死に動揺する一方で急成長を遂げる勢力があった。毛利元就率いる毛利氏である。毛利氏は安芸の国を中心に勢力を拡大させていた。1555年には厳島の戦いにて末晴方を滅ぼし、1557年には大内氏を滅ぼした。領地を急拡大させる毛利氏は尼子氏の領地も圧迫しつつあった。そして尼子春久亡き、今が好機。1565年、尼子氏の本拠である合算戸田城に毛利軍が押し寄せた。毛利兵を寄せつけるな。ここを落とされれば尼子は滅ぶぞ。鹿之助は尼子軍の一員として毛利軍と激闘を繰り広げた。この戦いの中で鹿之助は敵将を討ち取る活躍を果たしている。尼子軍は毛利軍の侵攻を何度も防いでいた。うおー。しかし、力ずくで落とせないのならば攻め方を変えるまで。毛利軍は合算戸田城に対して兵糧攻めを仕掛けた。毛利軍の攻撃開始から1年半後、合算戸田城陥落。尼子氏を率いた尼子義久は毛利軍に降伏した。もはやこれまで。こうして戦国大名としての尼子氏は滅んだ。そんな、まさか。義久ら尼子一族は毛利家に捕らえられ、安芸の国での幽閉が決まった。私も共に行きます。ダメだ、お前は連れて行かない。鹿之助は主君義久のお供を願い出たが許されなかった。お前にはお前の生きる道があるはずだ。あ、こうして鹿之助は主君を失った。彼が20代前半の頃だった。必ずや尼子を再興させてみせる。これ以降鹿之助は尼子氏再興に自らの人生をかけることになる。チャプター3、尼子再興運動開始。尼子氏が滅んだ後の鹿之助の足取りはよく分かっていない。伝承によれば有馬温泉で傷を癒した後、
武田氏、長尾氏、北条氏などを訪ね、兵法の知識を収集したという。尼子滅亡から約2年後、京都東福寺、勝久様、今こそ立ち上がる時です。あなたが尼子最高の旗頭となるのです。鹿之助は京都で僧侶をしていた尼子勝久を元属させた。そして各地に散らばっていた尼子氏の元家臣らを集めた。今こそ最高の時、立ち上がるのだ、尼子の勇士たちよ。月あらば出雲の国を取り戻す。そして尼子家を再興させる。鹿之助は水面下で尼子再興運動の準備を進めた。そして動き出す好機を待った。それから数ヶ月後、1569年、毛利元就が大友氏と戦うため北九州へ軍を派遣した。大友氏を叩く。鹿之助と勝久はこれを好機と捉えた。毛利軍が動いた。これは好機だ。出雲の国を取り戻す。鹿之助は出雲の国への侵攻を開始した。今こそ尼子家最高の好機。そうだ、そうだ。各地で尼子氏の旧臣たちが鹿之助の呼びかけに呼応した。こうして集まった尼子最高軍はわずか数日で3000人にまで膨れ上がった。尼子最高軍は山陰地方の各地で合戦を繰り広げた。その勢いは凄まじく、出雲の国周辺の城を落とし続け、勢力を急激に拡大させた。その勢いに押され、各地の領主たちも協力的になっていく。やっぱ尼子家って強いよな。なあ。さらに、尼子家が再興するのなら、我ら大内家も再興させるぞ。尼子最高軍の勢いに後押しされたのか、同じく毛利氏に滅ぼされた大内家も再興運動を始めた。反毛利の流れが来ている。一気に畳みかけろ。毛利家に奪われた我らの合算戸田城を取り戻すのだ。尼子最高軍は合算戸田城にまで迫った。家を滅ぼされた恨みを侮ってはいかんな。北九州から軍を引き上げさせろ。大友は後回しだ。まずは反乱分子を取り除く。毛利元就は領内で続発する反乱に対処するため北九州に派遣していた軍を山陰地方へと向けた。毛利の大軍が戻ってくる。チャプター4、尼子最高軍の敗北。北九州から引き返してきた毛利軍の勢いは凄まじかった。わずか半月足らずで大内家の再興運動を鎮圧した。ふふそして毛利輝元、吉川元春、小早川隆景らがそれぞれ大軍を率いて出雲の国へと進軍。尼子最高軍の大将に向かった。尼子の反乱軍を無力化する。毛利軍は尼子方の拠点を次々と落としていった。うわ。一方の尼子最高軍は合算戸田城を落城寸前にまで追い込むが、未だ落とせずにいた。さすが我らの合算戸田城、今は我ら毛利の城だ。我が物顔するんじゃねえ。そして毛利軍が合算戸田城に到着した。尼子最高軍は一気に劣勢に陥った。よくぞ耐え忍んだ。毛利の大軍を前に尼子最高軍は合算戸田城の包囲を解かざるを得なかった。ぬぬぬぬ。その後毛利元就が病に倒れたこともあり、尼子最高軍が一時的に勢いを取り戻すが、さすが尼子の旧臣、こちらも命がけよ。殿、無理はいけません。何が何でも出雲の国を守り通せ。ここが正念場ぞ。元就の采配により再び毛利軍が優位に立つようになる。毛利元就、なんと手強い相手なのだ。尼子最高軍の敗色は濃厚だった。え、これまでか。鹿之助、殿はお逃げください。あなたを失えば尼子最高は果たせなくなる。ああ、すまない。尼子勝久は隠岐の国へと逃れた。そして
天子最高軍敗北。1571年天子最高軍の最後の拠点だった新山城が落城した。山陰地方で活動していた天子最高軍は毛利軍によってことごとく潰された。鹿之助は吉川元春に捕らえられた。観念することだ。天子はもう滅んだのだ。その後鹿之助は高貴の国にある小高城にて幽閉された。滅んではいない、天子は必ず再興する。それからしばらくして鹿之助は小高城を脱出している。チャプター5、第二次天子再興運動。1571年、毛利元就がこの世を去った。それから約2年後、今こそ好機だ。1573年、鹿之助は再び活動を始める。第二次天子再興運動の始まりである。まず鹿之助は稲葉の国に攻め込み、桐山城を奪った。ここを天子再興運動の新たな拠点とする。再び合戦戸田城を目指す。鹿之助は仲間を集めながら合戦を行い、稲葉の国で勢力拡大し続けた。そして天子最高軍は約1000人という少ない兵で5000人がこもる鳥取城を陥落させた。よーし、今度こそ天子最高を果たすぞ。しかし鹿之助の悲願は叶わなかった。天子最高に協力する者たちは次々と毛利軍に滅ぼされていった。情勢の変化もあり、毛利軍に降伏する勢力もあった。その結果、天子最高軍は孤立し、稲葉の国から撤退を余儀なくされた。こうして2回目の最高運動も失敗に終わった。うそ、天子最高は果たさねばならぬ、必ず果たさねばならぬのだ。チャプター6、第3次天子最高運動。2回目の最高運動が失敗に終わった後、鹿之助は京都である人物に会っていた。うむ、なかなか良い男だ。足利将軍家をも上回る絶大な権力を握る織田信長である。天子再興を果たせるのなら第六天魔王にも従おう。鹿之助率いる天子再興軍は毛利氏と敵対する織田軍に協力することで天子氏の再興を目指した。その後鹿之助は織田軍の一員として数々の合戦に参加した。明智光秀の指揮の下では丹波もみい城攻めに参加し、おりゃー強い。織田信忠の指揮の下では松永久秀がこもる志岐山城攻めに参加した。おりゃー強い。秀吉が中国地方方面の指揮を任され進軍を開始すると、鹿之助はその指揮下に入った。頼りにしてますよ。はーい、天子最高を果たせ。1577年、秀吉軍が播磨の国の光月城を攻略する。光月城は備前の国、美作の国、播磨の国の国境に位置する。この城は軍事上重要な拠点であった。この城をあなた方にお任せいたしましょう。こうして光月城に鹿之助と勝久が入ることになる。勝久様、我らはここから天子再興を果たします。うむ。その翌年、光月城は落城し、天子再興の希望は完全に絶たれることになる。チャプター7、最後。1570年代後半、秀吉軍の中国地方攻略は着々と進んでいた。順調順調。しかし、ある出来事により事態は一変する。1578年、別所長治、謀反。信長にはもうついていけねえ。播磨の国三木城の城主を務めていた別所長治が織田氏を裏切り、毛利氏に味方した。別所長治の裏切りは織田軍と毛利軍の争いに大きな影響を与えた。今が攻め時だ。別所長治の謀反を好機と捉えた毛利軍が動いた。吉川元春、
小早川高景が率いる毛利軍は播磨の国に侵攻。そして3万人もの大軍で鹿之助と勝久のいる光月城を包囲した。毛利め、どこまで行っても我らの前に立ちふさがるか。ぬぬぬ、織田軍に援軍を要請しろ。秀吉様の軍勢がすぐ近くにいるはずだ。これはいかん、すぐに光月城に援軍に行かねば。事態を察知した秀吉も軍勢を率いて光月城へ向かうが、光月城ではなく三木城に向かえ。別所長春の大将が先だ。信長様。信長は秀吉軍に対して三木城の攻略を命じた。申し訳ない、これも命令なのだ。結果的に光月城は見捨てられることとなった。なんだと、織田軍の援軍は来ない。光月城を攻める毛利軍は3万人、対して城にこもる尼子最高軍は3000人ほどだった。勝ち目はなかった。もはやこれまで、無駄に兵を失うわけにはいかん。勝久様。尼子最高軍は毛利軍に降伏した。そして尼子勝久には切腹が言い渡された。私が勝久様を巻き込んだ、私のせいで勝久様が。吉川元春と差し違えて、私も勝久様の後を追います。やめておけ鹿之助。吉川元春は優れた武将だ、差し違える機会などないだろう。しかし殿。もうよい鹿之助。わずかな時間だったが、尼子の大将でいられて私は嬉しかった。お前のおかげだ鹿之助。お前は生き延びろ鹿之助。こうして勝久は切腹してこの世を去った。鹿之助は毛利軍に身柄を拘束され、毛利輝元のもとに送られた。その道の途中、鹿之助は毛利家の家臣の手によって殺害される。お前のせいで我らは何人の同胞を失ったのだ。お前のせいで。それでも私は尼子家を再興させたかったのだ。幼年34。武将としては優秀だが、奴は危険すぎた。こうして尼子再興運動は幕を下ろした。鹿之助の死後、山中鹿之助は筑前の忠義を貫き、そして散っていった。誇り高き優勝なのである。江戸時代には砲弾などで脚色されながら、鹿之助の生涯は語られた。尼子再興に命を懸けた鹿之助の生き様が市民の胸に響きやすかったのかもしれない。こうして鹿之助の活躍は後世語り継がれていった。山中鹿之助、戦国時代の中国地方で活躍した武将である。彼はその生涯を通して尼子家に忠義を尽くした。尼子氏の本拠点だった合山戸田城、以前にも紹介しましたが、難攻不落の城として有名です。春久の時代には大内軍の攻撃を耐え、義久の時代には毛利軍の攻撃にも耐えています。尼子最高軍が合山戸田城を攻めた時も力ずくでは落ちず、兵糧攻めをするしかありませんでした。合山戸田城、難攻不落の城は伊達ではありませんね。今日の名言。私は常に山中鹿之助なるものを愛するのであります。彼は尼子の中心でありまして、尼子の水運回復すべからざる時に身をいたして顧みなかった男であります。次回の日本史漫画は豊臣軍と激闘を繰り広げた姫、甲斐姫の生涯